ロシアの経済は国内総生産で世界第10位、購買力平価換算では世界第6位の規模を有する。ロシア連邦は豊富な石油、天然ガス、石炭、貴金属資源を有し、世界有数の穀物生産、輸出国でもある。1991年のソビエト連邦の崩壊後、ロシアの経済は、 ソ連時代の社会主義に基づく中央計画経済からより市場機能を重視した経済への移行という大きな変化を経験した。1990年代にはエネルギー部門及び軍事関連部門以外の多くの国営企業が民営化されたが2010年代後半にあっても GDP の約6割を国営企業が有志の約7割を国営銀行が担う。 この急激な民営外交の過程において、株式担保融資政策により、国営企業株の多くが正解と密接な関わりを持つ、加藤資本家、新興財閥の手に渡るなどして、国営企業の河川化が進んだ。なお、ロシアにおける財産権の保護は、未だ不十分であり、民間部門は依然政府の強い影響下にある。輸出の6割以上を、 原油や天然ガスなどの鉱物資源に頼っているため、資源の値段が世界的に高騰するときは高景気、下落すると困窮するという図式となっている。ロシアの経済、エネルギー関連年表ソ連末期のロシア経済には、マクロ経済の安定化と、経済システムの再構築という二つの課題があった。マクロ安定化のためには、 物価と為替相場を安定させ経済成長を促す財政政策や通貨政策を実行する必要があり、経済システム再構築のためには、効率的な経済活動に欠かせない銀行や、私有財産制度、商法などを整備する必要があった。国内の市場を海外取引や海外投資に開放して、ロシア経済と世界経済をつなげることで2つの課題達成が、 促進されるはずであったが、ゴルバチョフ政権はこの取り組みに失敗した。ソビエト連邦の崩壊後、エリツィン政権もマクロ安定化と経済再構築の問題に取り組み始めたが1996年、半ば、ロシア経済は混乱に陥った。1991年のソ連崩壊後、ロシアは市場経済を発展させ着実な経済成長を 実現しようと試みていた。1991年10月、エリツィン大統領は、アメリカと IMF の勧めに従い、ショック療法によって、市場重視の抜本的な経済改革を行うと宣言したが、この政策は、結果的に、ロシア経済を破綻させ、貧困層が数百万人規模に拡大し、官僚の汚職や犯罪件数が増加するといった。 事態を招いた。また、ソ連時代の価格統制を撤廃したことにより、ハイパーインフレが起こり、その後1998年には、ロシア財政危機が発生した。この時、ソ連解体当時のソ連の人口の半分ほどに、過ぎない、ロシア連邦が、ソ連の法的人格を相続して、外貨負債を肩代わりしていたことも、財政上負担となっていた。 1995年財政赤字の補填のために政府が行った株式担保融資により多くの国営企業が株式を担保にオリガルヒ系銀行から融資を受け結果国営企業の発行した株式はオリガルヒノーメンクラトゥーラのメンバーもしくは犯罪組織のボスの手に渡った例えばソ連時代の工場長は工場が民営化されるとそのまま企業のオーナーとなる ことがよくあった。また、当時暴力的犯罪組織が暗殺や恐喝などの手法で邪魔者を排除し、国営企業を乗っ取ることもあり、政府役人の汚職も日常茶飯事となっていた。さらに、企業、政府内で養殖につく個人を裕福にするために、上記を一した財政捜査が行われた。こうした人々は、莫大な資産を現金で所有したり、 海外の口座に資本投資させるなどしていた。いわゆる企業を乗っ取り屋と呼ばれたアンドレー・ボルギンは90年代半ばまでこうした腐敗した企業に対する買収を行っていたとされている。1996年の大統領選挙で新興財閥の支持を受けたエリツィン大統領は大企業民営化の再株式を内部関係者に 不当な低価格で引き渡したとされている。こうした悪名高いオリガルヒたちは、ロシアの一般市民からは、泥棒とみなされながらも、莫大な富を背景に政治に、大きな影響力を及ぼした。ロシア国庫借入れ禁水移行した、政治、経済状況をした、ソ連型計画経済から、自由市場経済への移行は、困難を極める中、 国家の再入増を狙った急進的な財政改革と財政赤字補填策が一因となり1998年8月、ロシア金融危機が発生した。当時ロシアの主要輸出品目である石油、鉱物資源の価格が低迷し、1997年のアジア通貨危機で投資家が新興市場への不信感を抱いていたことも問題を悪化させた。結果、 ルーブルの急速な下落、海外投資家の資本逃避公的債務返済の地帯銀行システムを介した、商業活動の機能停止状態、インフレ制御不能の恐れといった危機的事態を招いた。第一次、プーチン政権期プーチン大統領2000年から2008年までの、プーチン政権期では、世界的な石油価格の高騰による、 石油ガスの輸出収入の増加を背景に、ロシア経済は、マクロ的には順調な成長を遂げた。この期間名目 GDP は倍増して、世界、第22位から11位になり、実質 GDP 成長率は平均で7%、購買力陛下では、世界6位となった。2007年には、ロシアの GDP は1990年の数値を、上回った。つまり、 ソ連崩壊後の壊滅的な経済危機、つまり1998年の財政危機とこれに、先立つ1990年代の不況を乗り切ったことを意味している。一人当たり GDP も2008年に1万1339ドルとなり、購買力及び名目ベースでもロシアは世界第57位の国となった。プーチンの8年間の在任中に、 高工業は75%成長し、投資は125%増加、農業生産や建築も同様の伸びを見せている。実質所得も倍増し平均給与は80ドルから640ドルへ8倍になった。消費者信用額は2000年から2006年の間に45倍になった。また同じ期間で。 中間所得層は800万人から5500万人へ7倍に増加している。貧困線以下の生活を送る貧困層は2000年30%だったが、2008年には14%まで減少した。ソ連崩壊後のロシア GDP の推移ロシア経済が順調な成長を遂げつつあった2004年1月、ロシア政府は将来における 石油価格の下落に備えて、財政の安定化を図り、また、天然資源輸出に依存しすぎることで懸念された、オランダ病を回避するべく、ロシア連邦安定化基金を設立した。資金の蓄積方針や首都に関して、政府内では支出抑制路線、インフラ整備重視路線、減税路線の3種の路線対立が見られたが、プーチンによる最定を受け、2008年2月、 安定化基金は予備基金と国民福祉基金に分割再編された。予備基金は GDP の10%で主に財政赤字を補填するために用いられ、国民福祉基金は主に株式市場並びに債券市場の買い支え等に用いられた。ロシア財務省セルゲイ・ストルチャク次官によると、 国民福祉基金の残高は2008年2月1日時点で約7000億ルーブルにも上る。2008年2月退任直前のプーチン大統領は2020年までのロシアの発展戦略についてと題する演説を行った。プーチンは自身の任期の成果を政権発足時の諸問題を改善し、ロシアに安定と自信を取り戻したと総括する一方、 人口問題や官僚の腐敗、経済の非効率性などの諸課題を挙げて、革新的発展戦略の形成が重要であると提唱し、今後の国家戦略の方向性を示した。メドベージェフ政権期ブレント原油月平均価格の、推移メドベージェフ大統領就任直後の2008年8月に、起きた南オセチア紛争や、 翌9月中旬に発生したリーマンショックに続く世界的な景気交代の影響を受けてロシア経済は製造業を中心として深刻な景気交代に陥った。中でも原油価格が1バレルあたり140ドルから40ドルに急落したこと、ソブリン債や社債を運用する機会が減少したこと、外国資本の流れが逆流したことの3点は ロシアの長期的経済成長にとってマイナス要因である。こうした中、高工業生産指数は前年比マイナス15.2%となり、2000年以降年平均7%で推移してきた。実質 GDP 成長率は2009年にマイナス7.9%となった。これは財政危機の起きた1998年以来のマイナス成長である。 ロシア経済が原油、天然ガスなど資源輸出に依存する経済構造から脱却できず国家資本主義化の傾向に歯止めがかからない状況に対してメドベージェフ大統領は2009年11月の教書演説において市場経済の活性化とロシア経済の近代化の必要性を強調しているが金融危機後のロシア経済はロシア連邦安定資金を再編した 予備基金並びに国民福祉基金に蓄積された国家資金を危機対策に用いることによって過労じて支えられているのが現状である。なお、近年のロシアの成長分野には軍需産業、IT 産業、特にアルゴリズム設計やマイクロエレクトロニクスなどのハイテク関連の日地産業などが挙げられる。ロシアはインド、中国に次ぐ、 世界3位の IT アウトソーシング受入国である。衛星打ち上げ産業では、ヨーロッパのアリアンゴーに次いで、世界2位であるほか、原子力発電所建設事業では、中国とインドに原発を売り込むなどしている。また、日本の東芝は2009年5月、原子力燃料分野で、ロシア企業との協力関係を結ぶことで合意したと、発表した。 旅客航空機市場においても、スホーイ民間航空機社が、外国資本と共同開発したスホーイスーパージェット100のほか、ロシア国営企業の統一航空機製造会社が、ボーイング社やエアバス社に対抗して MS、MS-21 を開発中であり、2016年の運用開始を計画している。ロシア経済は未だに、商品主導型の経済である。燃料。 エネルギー部門からの関税、税金といった収入は、連邦政府歳入のおよそ半分にもなり、輸出の大部分を、石油、天然ガスといった、原材料などが占めている。なお、貿易額は2000年には20%であったが、2007年では、GDP 全体の8.7%でしかない。貧富の差も拡大している。2000年から2007年にかけて、 富裕層の所得は貧困層のおよそ14倍から17倍に増加しており、ロシア経済の課題の一つとなっている。第二次、プーチン政権期一人当たり域内総生産2008年、50000以上3000 30から50000、2000 20から30009750 30から20007500 20から9 7 5 0 5 0 0 0から75003000から、 500003000価格の図表は2000年からのロシアの名目 GDP 総額等の推移を示したもの。単位、ルーブル、率イコール%、パーセント為替レートは対米ドルレートで、基中平均値。ロシアの実質 GDP 成長率は2000年から2008年までの間平均7.0%で推移してきたが、2008年9月に起きた。 リーマンショック以降の世界的な不況の影響などから2009年の実質 GDP 成長率はマイナス7.9%に落ち込んだ。一人当たり名目 GDP は2008年11739ドル、2009年8681ドルとなっており、ブリックスの一国ブラジルやメキシコ、トルコなどと同じく中低所得国の水準である。 1992年は2508.9%、1998年にも84.4%であった。インフレ率は2000年ー0 2 2001年の18.6%から2009年には8.8%となっており、ソ連崩壊やその後の財政危機を脱し安定してきていると言える。二千九年の失業率はントで、 2000年の10.4%よりは減少したが2006年の6.9%に比べると増加している2007年の高工,工業生産指数は2006年に比べて6.3%上昇したこれは投資と個人消費の伸びによって下支えされたものであったが2009年の前年比の比率はマイナス15.2%と大幅に下落し 不況の影響をまともに受けた形となった。為替レートは1998年8月の1ドル6.5ルーブルから1999年4月には1ドル25ルーブルにまで下落し、1年後さらに下落して1ドル28.5ルーブルになったが、2001年1ドル29.2ルーブルであり2002年6月の時点では、 為替レートは1ドル31.4ルーブルとなるなど2000年代前半は比較的安定して推移した。1998年8月の経済危機以降いくつかの大規模なインフレ対策が行われた結果インフレ率は落ち着いていた。2001年の消費者物価上昇率は18.6%と2000年の20.2%から前減したが これは2001年度予算のインフレターゲットの範囲内であった。中央銀行の外貨残高からインフレ率の上昇傾向が続くものと見られていたが、2009年インフレ率は11.7%まで減少している。中央政府と地方政府の支出額はほぼ同じであり、両者合わせて GDP の約38%になる。 財政政策は1998年の財政危機以来厳重に統制されてきた。2001年の財政黒字額は GDP の2.4%に上り、ロシアはソ連崩壊後初めて翌年の予算に黒字を見込んで計上することができた。この経済成長は3年連続で予想を上回るものであり、消費需要の拡大を原動力とするものであった。 だが、経済評論家たちは、経済成長が、このように高い水準で続くことに懐疑的であった。特に政府の2005年度予算案は、原油価格が上昇し続けることを前提とした予算案でものであり、仮に、原油価格が下落した場合は、経済成長率も比例して下がると考えられた。また、石油価格の上昇には、ルーブル価格の上昇を招き結果的に、 ロシアの貿易競争力を低下するという負の側面もあった。ロシアの人口の推移。1990年代後半から前言傾向にある。2009年のロシアの人口は1億4190万3000人であるが、内労働力人口は6936万2000人、失業人口は616万2000人で、失業率は8.2%であった。 2007年の失業率が5.7%、2008年が7.0%と、7年から9年にかけては、世界的な経済不況の影響もあって、失業率が伸びた。なお、2009年モスクワの失業率が1.8%で、あったのに対し、北カフカースのイングーシ共和国では56.1%と、地域間の格差も大きい。また、 ロシア経済の発展に伴い建設現場などで働く外国人労働者が増えたが中には不法労働移民も多数いるとされている。産業部門別では農業、工業の就業人口が減りサービス業の割合が増加する傾向にあるが特に工業では熟練労働者の不足、高齢化などが問題となっている。ロシアでは経済活動の多くの分野において 適切な法律が存在しないあるいは存在しても適切に執行されていないことがあり、ロシア経済における喫緊の課題となっている。問題解決のため、中央政府は2000年と2001年に、地方政府に対して法律を正しく執行することを強制し、年金改革と電力部門改革ではその成果が現れている。とはいえ、ロシアの税制や、 経済活動に対する規制は時に遅く不可能なほど変化する。一方、民間企業間の契約行為の履行などについての法の執行力は不十分である。こうした問題はソ連時代からのものであり克服するのには何年もかかるであろう。ビジネスに関して政府の決定は恣意的で一貫性に欠け犯罪によって 国内の経済活動や貿易などで余計なコストがかかるようになっている。肯定的な側面として、ロシアでもビジネス上の紛争を法廷で解決するケースが増えてきている。1998年1月の改正破産法が議会を通過したのを第一段階として、2001年にはビジネス、投資部門改革のため法案が議会で承認された。 このうち最も重要な法案は規制撤廃に対する包括案である。この傾向は2002年も続き、新たな法人税法が2002年から施行されている。民主主義的な公正さや平等に本質的な利益を有し、法の支配の導入に重要な役割を果たす中産階級が衰退し、何百万人もの人が貧困に追いやられた一方で、 少数の信仰財閥が台頭したことが、これらの問題の原因になっている。これは、富の不平等をもたらした1990年代の、不法な民営化と折り合いをつけることが、必要であるということである。つまるところは、財産権の保障、及び、それが可能にしてくれる、民主主義の成長は、そうした権利が、社会から正当とみなされていない場合、 財産が安全に保障されないと感じられている場合は、ボリスエリツィン大統領時代に生じた資産の略奪やその国外への持ち出しにつながるからである。ミハイル・ホドルコフスキーが、ロシアの政治を操作しようとするなど行き過ぎた資本主義を防ぐためにも、1970年代にアメリカの石油会社の利益に課した時と同じような精神の下で、 超過資本に特税を徴収することや、国内への投資を推奨するために、米ビル、クリントン政権が、税金逃れのために、市民権を放棄する富裕層に課税する政策、国外に持ち出される資本に持ち出し税を課すことが、考えられる。ロシア中央銀行は20、2011年 GDP の2.5%、490億ドルが、ロシア政府による汚職によって失われたと、 報告している。ロシア中銀総裁セルゲイ・イグナチエフは、麻薬取引や密輸、官財界への愛論と裏金、脱税を挙げている。農業ロシアは1990年代の初めまで、穀物の輸入国であった。計画経済システムから、市場経済システムへの移行策として1992年に、実施された急激な価格、貿易自由化によって、 ソ連時代農業分野への補助金の役割を果たしていた価格国定制度が消滅。また同様に農業分野への投入剤価格が上昇したことから穀物生産量が急減した。一方、価格の自由化によって食肉、乳製品を中心に輸入が急増し、畜産業は著しく衰退した。これは穀物需要の大半を占めていた。 家畜飼料需要の大幅な減少を招き、1990年に1億トン前後であった、ロシアの穀物生産量は、1998、1999年には、半分以下の4600万トンにまで落ち込んだ。ところが、1998年のロシア、金融危機によりルーブルのタイドルレートが、危機前の1、4に下落すると農産物、 食料品の輸入は急減し、国産品の競争力が回復した。2001、2002年には、穀物輸出量が輸入量を上回り、2000年代後半には、世界有数の穀物輸出国となった。また、食肉の生産量は1999年の681万3000トンから2008年には933万1000トンと、増加した。 2005年の工作地面積はおよそ1237,294平方キロメートルで、米国、インド、中国に次世界第4位の広さである。2010年、ロシアは観測史上最悪とされる猛暑と干ばつの影響を受け、穀物収穫量が激減する見込みとなり、ロシア政府は8月から12月末まで、穀物の輸出禁止を決定した。 また前年と比べた農林水産業生産指数の微率はマイナス11.9%と大幅に落ち込んだ。林業ロシアの国土の47.9%は森林であり、その面積は808万7900平方キロメートルに及ぶ。これは世界全体の20%であり、森林蓄積は25%を占める。そのうち、 経済的に利用しやすい、森林資源は2006年で252平方キロメートル、林業収入は350億ルーブルとされる。ロシアの林産複合体は3万を超す企業からなり、その56%が赤字経営である。このうち70%は小規模企業で、中規模以上の企業は木材加工業と紙パルプ産業を含めて2300社あり、 全体的には100万人超の雇用を創出している。なお、ロシア政府は2007年7月から信用ジュマルタの輸出税をそれまでの6.5%から20%に2008年4月からは25%に引き上げた。当初2009年1月までに関税を80%に引き上げるとされていたが2011年1月の時点では 関税の引き上げは見送られている。漁業ロシアは、大西洋、北極海、太平洋の3つの対応に面し、カスピ海、バイカル湖、ラドガ湖の他大小2万を超える河川を持ち、排他的経済水域は、約760万平方キロメートルに及ぶ。2005年の国際連合食糧農業機関統計によると、 ロシアの漁業の漁獲量は319万946トン、養殖業では11万4752トンであった。これは、世界第9位の漁獲量であり、世界全体の2.3%を占めている。2009年の GDP 産業別構成では、漁業額は772億ルーブルであり、GDP 全体の0.2%である。なお、 日本との間には、漁業水産物の密漁、密輸が横行しているとされるほか、日本の漁業者が、ロシアの排他的経済水域内で操業するため、ロシア側に現金などを提供していた疑いを持たれる、などといった問題がある。ロシアはかつて東側諸国の中でも、最も工業化の進んだ国であったが、ソ連崩壊後、石油、天然ガスといった。 天然資源の輸出増加に伴いルーブルの為替レートが上昇するとロシアの工業製品は国際的な価格競争力を失い国内製造業は低迷した。2000年代内需の拡大と国家財政状態が健全化したことなどからロシアの製造業はソ連の解体以来の危機的な状態を脱した。しかしながら 長期にわたって投資が低調であったため製造業はかつての能力を失っており中長期的な発展のため老朽化した設備を近代化する必要がある。ロシア工工業の中心は石油、天然ガスなどの資源産業であるが他にもロシアでは多くの製造業が発展しつつある。就労人口の多い防衛産業及び 航空機産業は雇用確保の面で重要であり、ロシア製の兵器、特に戦闘機などは、国際的な競争力を持っている。石油、天然ガス産業2009年のロシア、連邦税環局統計では、石油、天然ガスを中心とする燃料、エネルギー製品の輸出額が1920億ドルに達し、ロシアの輸出額全体の3分の2を占めるなど、 エネルギー資源産業は、ロシア経済の中核を成している。また、世界最大の天然ガス企業ガスプロムは、プーチン政権発足以降、ロシア連邦首相、首相代行などを歴任したビクトルズプコフが、取締役会会長に就任し政府が、株式の50%帳を保有するなど、政府との結びつきが強い。石油パイプライン2010年6月の、 BP 統計によると、ロシアの石油確認埋蔵量は、世界全体の5.6%に当たる742億バレルで、世界第7位であり、生産量は1日当たり132000バレルと、サウジアラビアを上回り世界第1位の参入国となった。しかし、設備投資が不十分で、産出量を維持できなくなるとの指摘もある。なお、 産出量1位は、チュメニ州で66%、2位が、タタルスタン共和国で6.5%と、西シベリアに生産地が集中している。垂直統合石油企業、ルクオイル、国営石油企業ロスネフチなどが、ロシアの石油大手である。天然ガスパイプラインロシアの天然ガスの埋蔵量は、世界第1位で44.38兆、立方メートル。 世界全体の23.7%を占めている。2009年の産出量は5725億立方メートルでアメリカに次いで世界第2位であり、世界全体の17.6%であった。なお、産出量の9割以上が西シベリアに集中している。ロシアは産出したガスをパイプラインによって欧州各国に輸出しているが、 2000年代後半になるとガスの供給料金設定をめぐってロシアウクライナガス紛争が起き2006年と2009年にはウクライナを通過するガスの供給を停止するに至ったまた2008年の南オセチア紛争の当時国グルジアもパイプライン通過国であり EU はエネルギー安全保障の観点から域内で共同政策を取る 必要性を認識し、その結果バルト海を経由して、ロシアとドイツを直結するノルドストリーム計画を指導させる契機となった。なお、ロシアの北方にある北極圏には未開発の石油、天然ガス資源が眠っているとされる。2007年8月、ロシア政府は海表面が温暖化によって減少したことなどから、 同海域の潜水調査を開始し、同年北極海のロモノソフ海嶺が、ロシアの大陸方の延長上にあることを確認したとして、海底に、ロシアの国旗を立て北極圏における、ロシアのエネルギー利権を主張した。プーチン大統領はこの成果を、素晴らしい科学プロジェクトと称えたが、一方で、カナダ政府当局は、こうした探査は、 政治的パフォーマンスに過ぎないと述べている。2011年1月14日、ロ・ロスネフチと ABP が北極海の油田開発を視野に資本・業務提携することで合意したことが発表された。資本提携の規模は78億ドルになり、北極海の南から海にある大陸方の油田開発に向けて技術センターを設立することで合意している。 その他の工業ロシアの鉱物資源は、種類、量ともに豊富である。主な鉱物としては、臨海石を、世界の64.5%、鉄32%、ニッケル31%、鈴27%、コバルト21%、ウラン14%産出するほか、銅、鉛、亜鉛、アルミ、チタン、金、プラチナ、ダイヤモンドなどを産出する。 工業分野における、主な企業に、鉄鋼メーカー大手セベルスターリ、ニッケルパラジウム生産の世界最大手、ノリリスクニッケルなどがある。防衛産業マレーシア空軍のスマイナス30、MKM セルゲイワノフ副首相によると、2007年の、ロシアの兵器輸出額は70億ドルを超え、これは2000年の約2倍にも上る。また、 ロシアの防衛産業の雇用人口は250万人から300万人と言われ、製造業全体の20%を占める。ロシアは従来からアメリカ合衆国に次ぐ世界第2位の武器輸出国である。スホーイやミッグ戦闘機、防空システム、ヘリコプター、戦車、装甲兵員輸送車、不評戦闘車などが主な輸出兵器である。戦略。 テクノロジー分析センターによると、航空防衛システムのアルマーズ安定者は2007年、最も業績を伸ばし、売上高31億2200万ドル、従業員数は8万1857人に上り、スホーイ社に次いで、業界、第2位の企業となった。航空機産業航空機産業は、ロシアの製造業でも重要な産業分野であり、 就労者総数は355,300人に上る。ロシアの航空機には、ミッグ -29 ナスマイナス30といった国際的に競争力を持つ戦闘機があり、また一方で、スホーイスーパージェット100のような新プロジェクトによって民間旅客機部門を復活させることも期待されている。2009年に統一航空機製造会社参加の 子会社が納品した95機の航空機のうち15機は民間旅客機であった。また同時に141機のヘリコプターも生産している。航空機製造には多くの科学技術が必要とされることから、他部門と比較してより多くの熟練者が就労している部門でもある。ロシアの軍需産業に占める航空機の割合は、 他の部門と比較して突出して大きい。航空機輸出額は、兵器輸出額全体の半分以上である。自動車産業国産車メーカーとして、最大手アフトバースのほかソラーズ、ガズ、カマーズなどがある。これらロシア企業は、外国自動車の参加に入っていたり、提携関係にあったりする会社が多い。アフトバースは、ルノーイコール日産アライアンスの、ソラーズは、 米国フォードモーターの参加。ガズはドイツ VW と提携している。トヨタ自動車はサンクトペテルブルクに現地工場を持つ。三菱自動車工業もロシアで現地生産を行っている。2017年のロシアの新車販売台数は約159万5700台。 国際的な資源高で、ロシア経済が好調だった2012年には300万台を超えて、ドイツ市場を上回ったこともあった。首都、モスクワなどでは、カンシェアリングも始まっている。金融業銀行ロシアの中央銀行は、ロシア中央銀行である。商業銀行は9年初めで1100行余りあるが、最大はズベルバンクで、個人預金の半分以上を集めている。 その他、主な銀行に、VTB 銀行、ロシア復興銀行がある。2001年から2009年にかけて、貸し出し額は、全体で20倍、個人への貸し出しは90倍近くに増えたが、国民の銀行への不信感などから、銀行資産の対 GDP 比は65%と、西側諸国の3分の1程度と低く、有資源線としての役割は小さい。 このため、経済発展による信用需要の増大に、ロシアの銀行が応えられず、ロシア企業は資金調達先として外国金融市場への依存を強めたが、その分離マンショック後の外資の大量流出による、ロシア経済へのダメージは大きくなった。証券市場ロシアには50以上の証券取引所があるが、主要な取引所は、ロシア取引システム。 モスクワ銀交換通貨取引所などである。かつては国債の取引が主で2005年時価総額の対 GDP 比は約15%に過ぎなかったが、その後石油、ガス、通信業など限られた分野ではあるが、外国投資家も参加するようになって取引が活発化し、時価総額はピーク時で1兆5000億ドルに達した。 電気通信産業電気通信産業は市場規模、質とも成長を続けているが GDP に占める比重は2%と未だ低い。携帯電話は急速に普及しており2000年に2.2台であった100人、あたり台数は2009年の162台に達した。主な事業者は MTS、メガフォン、ビムペルコムの3社で、 契約数全体の85%を占めている。こうした携帯電話の普及について GSM 協会のトム・フィリップスはこう述べている。インターネットの利用者数も2009年には4000万人に達している。ロシア国産のブロードバンド通信を確立することが強く望まれているが2007年1月の時点ではまだない。IT 産業 IT 市場は ロシア経済でも最も活気のある部門である。ロシア製ソフトウェアの輸出は2000年の1億2000万ドルから2006年には15億ドルに上昇した。2000年からの IT 市場の成長率は年30から40%であり、2006年単独では54%の成長を見せた。このうち最も大きな部門はシステムとネットワーク統合の部門であり、 市場全体の28.3%を占める。一方、最も成長の早い分野としては、オフショア開発がある。ソフトウェア開発市場は2005年に10億ドル、2006年には18億ドルの市場規模であった。ナノテクノロジー新技術分野において、ロシアの研究、開発力を多様化するため、プーチン政権は、 ナノテクノロジー分野に70億ドルを投資するという巨額のプログラムを発表した。このプログラムの一環として2007年中に50億ドルが新規国営企業ロスなのに投資された。一方、ナノテクプログラムはその他の科学分野全てを合わせた3倍もの補助金を国から受けているという批判もある。また、こうした公的資金のほか、大富豪、 ミハイル・プロホロフは、ハイテク分野、特に代替エネルギー研究とナノテクノロジーの研究開発に175億ドルの投資をすると発表した。運輸ロシアの主要鉄道もロシアの貨物輸送では、パイプラインが大きな比重を占め、総距離22万キロメートルになる。ついで主要な貨物輸送は、鉄道で国営企業のロシア鉄道が鉄道事業を独占しており、 その営業距離は8万 5000km に達する。線路や車両の老朽化が指摘され、旅客列車の平均スピードが欧州の4分の1とも言われる一方で、高速列車の導入も計画されている。貨物輸送において自動車の占める割合は4.4%と低い。シベリア横断道路や M10 幹線道路など、幹線道路もあるが、舗装状態の悪い地域も多い。 また、モスクワなど大都市圏では交通渋滞が深刻である。航空運輸による貨物輸送も全体の1.1%に過ぎず未発達の状態であり、10年以上使用されている機体が全体の7割を占めるなど老朽化が懸念されている。なおアイロフロートロシア航空がフラッグキャリアであるが、大統領専用機などの運航はロシア航空が行っている。 ロシア形状黒字の推移。貿易黒字2006年ロシアの主な輸出相手国1999年、輸出額は少し上昇したが、輸入は前年度比マイナス30.5%の大幅減であった。結果として貿易黒字は332億ドルに、膨らみ前年度水準の2倍以上になった。2001年になると傾向が変わり、 輸出は減少して輸入が増加した。2001年のロシア輸出額全体の80%は一時、産品、特に石油、天然ガス、金属、原木であるが、これらの国際価格の変動は、輸出実績に与えた影響は大きい。中でも、輸出においては、鉄鋼が7.5%減少するなど最も、伸び悩み、輸入では、鉄鋼と穀類が、 それぞれ11%と61%減少した。当時、こうした傾向は2002年も続くとした経済評論家がほとんどであった。2002年の第一四半期は輸入額は12%増加したが、これは個人消費の増加によるものである。輸入品、特に自動車、種類、飲料及び航空機などには輸入税として 関税のほセ20%の付加価値税と物品税がかかる。また種類輸入ライセンス体制のため種類の輸入需要は未だに抑えられたままである。ほか、通関放棄が予期せず頻繁に変わることも貿易業者や海外投資家の悩みの種となり輸入増を抑制している。2005年の第一四市販セ34%上昇し1515 15億ドルになった。 これは主に石油価格と天然ガス価格の上昇によるもので、金額ベースで全輸出の64%に上る。CIS 諸国との貿易は13.2%、上昇し233億ドルになった。EU とは52.9%、CIS15.4%、ユーラシア経済共同体7.8%、アジア。 太平洋経済共同体15.9%である。2011年12月16日、ジュネーブで開かれた世界貿易機関閣僚会議において、ロシアの WTO 加盟が正式に承認された。国内の批准手続きを経て、2012年8月22日に、ロシアは WTO へ正式に加盟した。 中国とロシアの貿易額は2005年に291億ドルに達した。これは前年2004年に比べて37.1%も上昇している。中国からの機械及び電子機器の輸出は70%伸び、対ロシア輸出の24%を占める。また、ハイテク製品も58%の伸びを見せ、対ロ輸出の7%を占める。 またこの時期の国境貿易額は51.3億ドルに上り、前年比35%の成長、全貿易額の20%を占める。なお、中国からの主な輸出品目は、医療品と靴である。ロシアは、中国の8番目の貿易相手国であり、中国は、ロシアの4番目の取引相手国である。2005年中国は750以上の、 対外投資プロジェクトを計画しており、これらの総額は約10億ドルになる。このうち2005年1月から9月までの対ロシア投資額は3億6800万ドルに上り、これは2004年同時期の2倍に当たる額である。中国はロシアから主にエネルギー資源を輸入しており、特に原油や隣接するシベリア極東管区からの電力輸入などが多い。 東、シベリア、太平洋石油パイプラインの中国向け支線が完成し、2011年1月1日より稼働を開始したことから、こうした資源の輸入額は増えることが予想される。1988年から2009年の日露、貿易額の推移。単位、10億円緑、日本の輸出機 日本の輸入財務省貿易統計より日本とロシアの貿易は2000年代半ばから急成長を遂げた。2008年、ロシアの対日輸入は乗用車、中古車、バス、トラックが80%以上を占め、輸出は鉱物性燃料が主な品目であり、輸出全体のおよそ60%を占めている。なお、日本の企業が 資本参加しているロシアサハリン州でのサハリン1を呼び、サハリン2プロジェクトが稼働を始め、日本向けに原油や天然ガスの輸出が開始されたことが、2000年代になって輸出額を押し上げた要因の一つである。順調に拡大を続けていた日露貿易であるが、2008年10月以降は、世界不況の影響などで取引額全体が急落した。 また2009年1月からは、乗用車、バストラックを含む自動車の輸入関税が大幅に引き上げられたことから、事実上日本製中古車は、ロシア市場から締め出された形となったため、自動車の輸入額は2008年の1兆3000億円から2009年は1365億円と、約10分の1になり、 日本からの輸入総額も2008年の1兆7000億円から2009年は3000億円へと大幅に下落した。一方、日本への輸出額は2008年に約1兆4000億円だったが2009年には8255億円に減少した。主要輸出品目である原油及び素油の額が5265億円から3341億円に 減少したことが主な原因であるが、数量は806万キロリットルから919万キロリットルへと、むしろ増加しており、原油の国際価格の下落などが、輸出総額に影響を与えた形となっている。原油価格の記録的な伸びに連動して、ロシアへの海外投資も増加した。1999年。 タイロ投資は1990年以来最大の4.5%増加するとその後も高い率で成長を続け2001年はタイロ投資全体で前年比約30%の伸びを見せた労働者の賃金が比較的高いこと現金取引が増えていること需要の楽観的見通し政治的に安定していることなどがこの傾向を後押しした このように投資の成長率は高いが、投資額自体は非常に低い。アメリカからの対ロシア累積投資額は約40億ドルで、コスタリーカと同レベルである。2002年3月、セルゲイ・イグナチェフは、ビクトル・ゲラシェンコの公認として、ロシア連邦中央銀行の総裁となった。イグナチェフ総裁の指導力で、会計監査手順と、 連邦預金保険をより厳格に必要な銀行改革が実行されることが期待されている。ロシアでは国の安全保障にとって非常に重要であるとされる経済部門があり、外国企業はそれらを保有することに制限する法律がある。こうしたいわゆる戦略部門に対する投資はロシア連邦議会の採択した法によって規定されている。株式関連。 ありがとうございます。